今回はシャフトの傾きとダイナミックロフトについて説明していきたいと思います。この2つの要素が最も影響するのは飛距離です。その中でも構え方がアイアンとドライバーでは違います。まず今回はアイアンからご説明してまいります。アイアンの場合はクラブの構造上ハンドファーストに構えるよう作られています。ハンドファーストとはグリップした手元の位置がクラブヘッドよりもターゲット方向に倒れていることです。またその逆をハンドレイトと言います。話を戻しましょう。アドレス時ハンドレイトに構えている方、このように手元の位置が後ろに来ている方はインパクトでフェースが開きやすく飛距離をロスしている可能性があります。逆にハンドファーストの数値が大きい方、このように極端な構えをしている場合やはりミスにつながりやすくなります。シャフトの傾きの数値ですが、アイアンの場合はアドレス時よりもインパクト時の数値の方が大きくなるのが理想的です。ハンドファーストになることによって、アドレス時よりもインパクト時の方がダイナミックロフトが立ちます。これが飛距離につながります。しっかりとトゥルースイング J を使って推奨値と比べてみましょう。次回は同じシャフトの傾きとダイナミックロフトのドライバーでの数値についてご説明していきます。